日本スワハイウェイテレフォンです。午前8時現在の高速道路情報をお知らせします。この時間、中央道上り線に50キロ規制、下り線に50キロ規制、また上信越道上り線に50キロ規制、下り線に50キロ規制の情報があります。はじめに、中央道上り線の情報です。相模湖インターから調布インターまでの区間で雨により、最高速度が50キロに制限されています。また、この時間、勝沼インターから高井戸インターまで100分ほど、勝沼インターから八王子インターまで70分ほどかかります。続いて、下り線の情報です。調布インターから相模湖インターまでの区間で雨により、最高速度が50キロに制限されています。続いて、上信越道上り線の情報です。八風山トンネルから松井戸妙義インターまでの区間で霧により最高速度が50キロに制限されています。続いて下り線の情報です。松井戸妙義インターから佐久平パーキングエリアまでの区間で霧により最高速度が50キロに制限されています。なお、順調な路線は長野道の上下線、中部横断道の両方向、中央道富士吉田線の上下線、および圏央道の両方向です。新型コロナウイルス、感染拡大防止のため、不要不急の外出を控え、自宅待機をお願いします。さて、渋滞発生時には、渋滞の中や最後尾で追突事故が起きやすくなります。渋滞にあったら、ハザードランプで後続車に合図をし、前方に集中して、追突事故の防止に努めましょう。以上、ネクスコ中日本スワハイウェイテレフォンよりお知らせしました。こちらは、東名ハイウェイテレフォンです。午前8時現在の小田原地区の情報をお知らせします。小田原厚木道路、青松バイパスは、この時間、上下線とも順調に流れています。なお、新型コロナ、感染拡大防止のため、不要不急の外出を控え、